昔一人の男がやってきて、日の当たらぬ冷たい岸辺に立ち、大海原の轟きの中でこう言った。この水を越えて彼らの船に警告する声が必要だ。私はそういう声を作ろう。ここの暮らしにはいい加減慣れたろう。ええ、マクタさんが話好きでよかった。実はこの季節になると灯台を訪問するやつがいる。